10月30日水曜日深夜、乃木坂46新内。誠衣がパーソナリティを務めるラジオ番組乃木坂46のオールナイトに、日本放送、毎週水曜20時、が放送、乃木坂46の卒業生が大集合した、前。回の放送について振り返った。10月23日水曜日の放送では、元乃木坂46の伊藤花凛がメインパーソナリティを務め、同じく元メンバーの伊藤万理華、江藤美沙、斉藤由里、相良由里、西野七瀬、若月由美がスタジオ出演。さらに、桜井玲香、生駒里奈がボイスメッセージで、能條愛美が静電話で登場するなど、豪華おじいが大集合した。新内は上海公演乃木坂46ライブ、in 上海2019があったため、番組には電話出演のみとなったが、実は上海からショールーム、米印、で、番組の様子を見ていたと語った。米印同番組は動画配信サービスショールームで、も同時を配信を行っている、私はし、アプルに参加したかったです。楽しそうだった。私が個人でやっていることで、乃木坂46に貢献できることは何だろうな。ってずっと思っていたんですが、それがちょっとできたので嬉しかったです。卒業メンバーに集まっても、ラオノは、こういう番組がないとで、きないことだし、それを長年続けてきてくれた日報、放送さんもそうだし、乃木坂46には乃木坂工事中、で、レビ東京系という番組もあります。が、正直言って続くのが当たり前じゃないんです。だから、乃木坂工事中もいつ終わるかぷんからないし、番組って永遠ではない。から、この番組もずっと続けさせていただいて、卒業生大集合スペシャルということができて、この間の放送をショールームで見て、私も幸せな気持ちになったし、すごく嬉しく思いました。この番組で卒業生が喋っているのを見ると、ちょっと前の乃木坂46の楽屋なんですよ。一緒に活動していた時の、それもそれで切なくなって、ちょっと前まで、みんなとこうやって楽屋で話して、たのに、悲しいなと思ってしまいました。卒業生が楽しそうに会話する様子を眺めていると、一緒に過ごした日、踊り時を思い出し、寂しさを感じたという新内。この番組の様子は、現役メンバーの秋元誠、夏やマネージャーとも一緒に鑑賞し、ていたそうで、卒業生が繰り広げるトークに、新内らもええ、ワンと叫んだり、突っ込んだりと、ファン目線で楽しんだ、と明かした。この日の放送は、期間限定でラディコタイムフリーサービスで聞くことができる。期間限定、ラディコタイムフリーで聞く番組名
日本放送乃木坂46のオールナイト日本放送日2019年10月30日水曜日25時から27時パーソナリテ乃木坂46新内誠コロモタイムフリーhttp://radeco.jp シェアシド LFR&T20191031001000 番組 https://www.anaitonippon.com/乃木坂46